グリちゃん、あんたその壁に登ったらあかんやんか。ほら、降りなさい。ほら。おちょ。グリちゃん、行ってくんで。バイバイ。バイバイ。グリさん、それ食べたらまた吐くで、あんた。なあ。行ってくんで。そんな時はどうかをしてください。なりなりな。毎度いらっしゃいませ。39歳バツイチ独身、人生積んでる、なにわのヒムロックです。いつもありがとうございます。はい、前回からですね、まさかのディスクアップの下振れ期間に突入ということで、まあまあ、そうは言ってもね、2回しか戦ってはないんですが、まあ2回でマイナス3000枚と、まあまあきついですね。まあディスクアッパーからすると、全然そんなもん、もう100万ゲーム回してから言えと、お気持ちはよくわかります。でもですね、やはり6万円消えるっていうのは痛いです。まず朝から2万円以内ぐらいに当たらないと、もうその日はもう、チャラを目指す、そういう実践になりつつありますんで、今日はね、どうしようかなと思ってんすよ。こうディスクアップの下振れ期間がすごい短期間なのか、それとも長期にわたっての下振れ突入なのか、もう自分設定はわからないんでね。まあ一応、この流れが嫌ですから、昨日は丸一日ちょっとゆっくりさせてもらって、まあデータをチェックしてもね、まあ撮影ができるお店っていうことで限定して探すんですけど、まあサイトセブンでチェックしてもね、もうどこも一緒です。本当に。B 花は稼働はしてないし、ディスクアップはまあ前代一やろうしで、もうどこ行っても一緒なんで、結局やっぱりチョ玉で勝負できるこちらのいつものお店になるんですけどね。あのパチンコの U タイムとかもね、データ全部見たんですけど、やっぱりね、そんな甘い台は落ちてないですし、まあ朝一、今日はゾロ目の日ですけど全然関係ないと思うんでね、まあ朝一 B 花触るかディスクアップ触るかってとこなんですよね。やっぱりそれになっちゃうんですよね、どうしても。もうバーサスアレックスはもう稼働ゼロなんで、まああんな絶対設定1の強気なんでね。まあというわけで、まあ朝はディスクアップのリセット状況を見て、もう全部消灯やったら、もう難しいですね。もう、ビハナ行こうかなって感じです。はい。まあ、ディスクアップがリセットしてるっぽかったら、まあ、ディスクアップかなーって感じですね。ただもう下振れ期間脱出するにはもう回すしかないんで、そうなるときつい展開でしょうね。どうなるかわかりませんが。そんなわけで、今日は早速、条例から入って、実践に移りたいと思います。おっす。
Thank you.
Bye.
実践終了ということで、お疲れ様でした。まあ、ねえ、なんとかまぐれで、たまたまストック解放してもらってよかったですけども、あの最後のデータで、もしかしたらこう設定ちゃうん、もうちょっと打った方がいいよって思うでしょ。罠なんですよ。それこそ、花火の罠なんです。もう自分はね、花火はもうほんと5兆回ぐらい回してますけど、嘘ですけど、まあね、あれに何度騙されたことか。一気に2500枚出て全部消えるとかね。もう平気でやるんでね、花火は。いや、あの角刈りは。
ほんと気をつけないと、いやー恐ろしいことになりますからね。まあまあ設定はね、正直わからないですね。1か2か、こう設定はないと思います多分。もうお店の状況が状況なだけにね、他のジャグラーとか見てもちょっとね、そんな強くないし、まああっても2かなと。1億万歩譲って前半調子のいい5かなと。はい。自分の経験値上はやっぱりそういう風に判断したんで、あそこがやめときと思います。もうちょっとね、早くにやめてもよかったんですけどね。ビッグ缶800、5、60ハマって当たらなかったら、もう自分の経験上次はもう1200とか、もうそういったところまで行かれたらね、もう弾も半分以上削られますから。それでレギュラーとか当たられた日にはもうね、完全魔界モード滞在確定なんで。まあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。はい。まあね、騙されないようにね、ほんと最後は北斗劇場で、今の気分を表したいと思います。へへへへ！今日こそようやく勝てるぜ！おい。またてめえか！今日はやめてくれ！おい、その代はやめた方がいいぞ。なんだとてめえ！俺らせっかくな熱いの垂れもみを！うるさい。ピル！あー！それではまたお会いしましょう。お疲れ様でした。皆さんも騙されないように気をつけてくださいよ。さよなら。ありがとう。よろしくお願いします。ありがとうございました。